春蘭は、単子用植物蘭か、春蘭族の蘭で、土壌中に根を広げる地生蘭の代表的なものでも、ある。名称の由来は、春蘭で、春に咲くことから。葉は、地表から出る、根室用で、細長く、薄いが固く、根元から立ち上がり、曲線を描いて、下に向かう。細かい虚子があって、ざらつく。茎は休憩に縮まった小型の偽球形になり、 高福系はなくて、新しい偽球形は古い偽球形の根元から出て、株立ちになる。根は太くて長い。部分的金重属栄養植物であり、緑葉による光合成以外に、ヘツカランのように着生生活を送る、熱帯性の春蘭族と、金根共生を送る不正菌と、光合成を行わない、金重属栄養植物のマヤランや、相模蘭が依存する。 外生菌根菌の両方から有機物の供給を受けている。花は3から4月に咲く。前年の偽球形の根元から出て葉の影に茎を伸ばし、その先端に花が1個つくが稀に2から3個つくこともある。花茎は白膜状の輪辺に緩く包まれる。花は横を向いて咲き、学片と側花弁は頭皮神経、黄緑か緑で艶があり、やや肉質。 学園は広がって三角形の頂点を作り、側花びらはずい柱を囲うように互いに寄り合う。新弁は秋部はずい柱の下に受ける、溝のようで、縦に、ひだがあり、その先は前に面を向けて広がり、先端は後ろに巻き込む。普通種の色は白色で、脳赤紫色の半紋が入る。果実は防水型をしており、熟すると茎が伸びて、葉の上に出て、 上に向いて直立する。種子は極めて小さく、埃りのように見える。卵化植物の種子は胚乳または胚乳の機能を代替して発達した使用を持たず、胚は少数の細胞の集合体に過ぎない。そのため発芽に際しては、周囲の環境から適合する菌類の菌糸を呼び込み、これから成長に必要な栄養素を得る。この時、春蘭の未生は速やかに、 発揚して光合成を開始せず、そのままかなりの大きさになるまで長期間生涯の根景によく似た姿で不正植物的な地下生活を送ることが知られている。このような性質は寒冷地に適応する過程で獲得されたものだとも言われており、温帯産の地表性の春蘭族の多くが同様の初期生活史を送る。熱帯性の着生性,性のシンビデウムでは地下生活の時期はなく、 地表で発芽して、すぐに発芽をする。なお、温帯性春蘭族の完熟種子には、強い発水性があり、溶卵と同様の手法で、無菌培養培地に撒いてもほとんど発芽しない。発芽しても、未生内は培地に潜り込んだ地下生活状態のままで、何年も止まる。近年までこれらの培養特性が分かっていなかったこと、育病に長い年月を要すること、 その他の商業的事情があり、現在でも後輩育種による園芸化はあまり進んでいない。園芸品として流通しているものは野生最終個体が主流である。ただし近年は人工後輩苗の流通量が増えてきており、人工後輩苗も園芸ジャンルの日本春蘭として認める方向に動きつつある。韓国や中国で量産された。 人口増殖内も相当量が輸入されているが、流通実態が公表されていないため詳細は不明。日本各地によく見られる野生卵の一種である。山荘や東洋卵として観賞用に栽培されることも多い。国外では中国にも分布する。古くから親しまれてきた植物であり、ホクロ、ジジババなどの別名がある。一説には、ジジババというのは随中を男性期に 神弁を女性器になぞらえ、一つの花に両方が備わっていることからついたものとも言われる。その野種素朴さを好まれて野生品を日本庭園などで栽培することがある。また、東洋蘭の一つ、日本春蘭としては、普通種と異なった特徴を持つ選別された個体に名前をつけて栽培する。花物にも柄物にも多くの品種がある。 中国のよく似たものを中国春蘭と言い,い、古典園芸植物としては、むしろこちらが先輩格である。これは別種とされたことがあるが、現在では本種に含める。他に糸蘭も本種とされる。山菜としても用いられる。花を取り、茹でて、酢の物などとする。あるいは塩漬けにしてお茶として用いる。 四君子の一つであり、広く文人仏閣にも愛された植物で、墨絵や塗り物の茶器、ワなどのモチーフとして描かれることがある。ありがとうございます。